注文行くのこっちも無駄だ。Oh.
やねん。次の曲は誰、どっちが作った曲でしたっけ、僕らの。はい、おもちゃのチャチャっていうね、同様の歌があるんですけど、なんかそれをイメージして作った曲です。おもちゃのカーニバル、よろしくお願いします。
バイケンやろ、これ。一番目に出させてください。もうダメです。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
今日大阪からわざわざ暇しかないして来てくれました。ポンコツ爆弾です。ありがとう。こいつら普段大阪でドラクローバスでバンドとビア爆弾っていうもう史上最強のハッピーなバンドやってます。その中で暇を見つけて今日来てくれました。本当にありがとう。ポンコツ爆弾に拍手。皆さんご存知の通り、俺ちゃんとです。結婚しました。ありがとう。拍手。本当は誰でも知っとる、誰でも踊れる最高のラブソングをやります。踊ろうぜ。今日という日はイベント前で、ね、明日は同じ日ないから、ね、もう喋らんほうがよかった。ごめんな。でも本当ありがとう。おまじ、あの100万席をあげたよね。あの100万円ぐらいの演奏してね、よろしく。おい、金欲しいやつ、俺に込みろ。俺さ、俺結婚したじゃん。もっと聞きたいよ俺。
よろしく。今日は皆さんありがとうございました。本当に俺のために、俺のために皆さん後付けです。大阪のやつらが買ってきたんで、でもね、本当に心意気に感謝します。ありがとう。今日も積むる生きた奇跡君。
繋がるだろう。斜めから見た目は手が沈むないだろうな。まるでピエロのように笑いながら泣いてたんだろう。全て忘れて朝日ロールまで飲み遊ぶ。何が起きるのかわからない時代だから、思い切り笑顔忘れずに、でででで自分の推しで大事を踏みしめて、お覚悟つけの魔法を歌おう。もうヘビーメタルのドラムだけです。